こんにちは、学部です。今回は、プログラミング学習で写経は、効果ありですっていう話をしていきます。で、写経って何かっていうと、こう見たコードとかを書き写す作業ですね。で、これ結構効果あるので、具体的な学習方法を解説します。で、簡単に僕の自己紹介だけしておくと、エンジニア歴は今5年ぐらいですね。で、フリーランスエンジニアをやっていた時代っていうのが、年収1800万ぐらい稼げてました。なので、まあ、今回お話しする内容も、僕もどんどん完全独学でやってきているんで、まあ、そういった点の経験とかって交えつつ、あと実際にプログラミング学ぶだけじゃなくて、実際に収益に結びつけたっていう、経験もあるので、まあ、そのあたり交えつつ、まあ、割と信頼性の高い情報っていうのを話しようと思います。というわけで、早速本題です。で、プログラミング学習においての写経ですね。で、これ、効果あるのでおすすめです。で、具体的にどうやってやっていくかっていうと、めちゃくちゃ簡単です。まず、学習動画っていうのを見て、で、その動画を見つつそのコードを書いていくだけですね。で、まあ、説明するまでもないんですけど、まず動画を見ます。で、動画を見つつコードを書きます。で、コードを書いて、それで自分の、パソコン、ローカル環境とかで動くかどうかを確認します。で、動いたらそのままで OK です。で、動かなかったら、その動画とかを巻き戻したりとか、あとデバッグとかをしつつ、エラーの確認をして直していくみたいな、もう本当これだけです。で、基本的に僕も、プログラミングの独学をしていた時期っていうのは、こういった作業をすごいずっとやっていて、で、まあ繰り返しなんですけど、動画見て書き写すだけですね。で、ただ1点だけ注意点があって、当時の僕って結構技術書をこう いろいろ買ってたんですけど、オラクルとか、まあオラクルはすごい有名でいい技術書とは言われてるんですけど、まあ、結構難しかったり、あと他にもいろんな技術書ネットでググりつつ、自分のスキル足りないなと思ってたんで、まあ、なんか1冊3000円とか5000円するんですけど、まあ、買いまくるみたいな。で、まあ、そんな感じでやってたんですけど、まあ、ぶっちゃけこれからプログラミング学習する方は、まあ、そんな技術書買わないんでいいんじゃないかなって正直思っていて、で、なんでかっていうと、技術書を買って、それで僕もその参考書とかその技術書通りに写経っていうのをしてたんですけど、まあ、ただそれが結構動かなかったりしますね。で、技術書を買って、で、書いてって、で、じゃあいざプログラム実行ってやったら動かなくて、で、技術書を見て、こう、一字一句合ってるかどうか確認してんのに、それでも動かないみたいな。で、まあ、それで結構萎える状況が多かったです。で、技術書だと、なんかそもそも、打ち間違いがあったりとか、あと、まあ、なんかバージョンが古すぎてなんかダメみたいな。まあ、こういうこと割と、まあ、多かったりするので、これから勉強する方は、まあ、動画の方がいいですね。で、動画とかだと、結構その、解説する方が、例えばこんな感じで打ちますみたいな。コード1行、2行、3行みたいな。で、3行ぐらい打ったら、そこで1回デバッグするみたいな。まあ、その、コード書くデバッグするっていう、その間がすごい短いので、自分がどこでつまずいたかっていうのが、動画の方がすごい明確になりやすいみたいな。で、一方で、技術書で勉強すると、まあ、なんかとりあえず、長ったらしいコードはバーって書いてあったりして、で、それ、せっかく全部書き写したのに動かなくて、どこで間違ってるか全然わかんないみたいな。まあ、そういったことが割かし多かったです。まあ、なので繰り返しなんですけど、技術書を買うことは別に、否定はしないんですけど、それで、例えば電車の移動時間とかに読むみたいな。で、ただ家で学習するときは、動画的な教材を使った方がいいと思います。で、まあ、こういった話すると、写経とかって、まあ、ただ書き写すだけだから、まあ、ぶっちゃけ効果ないんじゃないのみたいな。まあ、そういった意見もあると思うんですけど、もちろんただ書き写すだけじゃダメですね。で、先ほども話した通り、書いて、で、それがちゃんと動くかどうか。で、動かなかったらなんで動かないのかみたいな。そこは確実に必ず、確認しないとダメです。まあ、ダメな例としては、とりあえず書き写して動かなくて、で、なんで動かないかわかんないから、まあ、とりあえずなんか放置みたいな。まあ、次進もうかみたいな。まあ、これだと正直その部分っていうのが自分のスキルとか知識として蓄積されていかないので、で、これじゃダメですね。で、あともう一つだけちょっと付け加えておくと、できれば書き写すだけじゃなくて、プラスでカスタマイズっていうのをしていくといいです。で、まあ、例えばすごい基礎のところで HTML とか CSS を勉強してますみたいな、そういった場合で、まあ、写経しますよね。で、写経しつつ、じゃあちょっと自分なりにここのデザイン変えてみようとか、自分なりに例えばここ四角だったやつを丸にしてみるとか、あとなんか、ここカラムが3つだったやつを、じゃあ自分は5つにしてみるとか、まあ、そういった感じでちょくちょくカスタマイズするみたいな。そうするとさらに、写経プラスアルファというか、写経以上に、学習効果高くなると思います。まあ、なんで結論を繰り返すと、まあ、今学習している方ですね、プログラミングやってる方は、ぜひ動画だったり、
っていうので、写経をぜひやってみてくださいっていう感じです。で、今回のメイントピック以上なんですけど、ちょっと補足というか、まあ、この写経と一緒に知っておくべき知識みたいのがあって、で、それ何かっていうと、動画での学習めちゃくちゃ効率的ですよって話ですね。で、先ほども繰り返した通り、僕、過去にこの技術書結構買ったんですけど、まあ、なんか技術書に多分費やしたお金っていうのが、まあ、多分リアルに10万、20万とか費やしてるんですけど、一方で、動画教材っていうのも少し、課金をしていて、で、それ多分3、4万とかだと思うんですよね。で、じゃあ、プログラミング学習のコストっていうのは僕、じゃあ合計で25万ぐらいあったとして、で、技術書20万、なんか動画教材例えば5万みたいになった時に、じゃあ、効果はどっち大きかったかっていうと、もう圧倒的に動画ですね。技術書正直言うと、まあ、もちろん個人差あるんですけど、分かりづらいので、全然おすすめしないです。まあ、なので、個人的にその動画での学習めちゃくちゃおすすめで、あと、まあ、最近だと、例えばプロゲートとか、なんて言うんですかね、そのゲーム感覚でプログラミング学習できるサービスみたいな。まあ、そういうのいっぱい出てきてると思っていて、もちろんそれもいいと思います。プロゲートとか、あとドットインストールとかですね。有名どころ。で、このあたりの学習もちろんおすすめなんですけど、まあ、ただこのあたりって正直めちゃくちゃ基礎の基礎の場所だけだと思います。なので、一番入り口はここがいいんですけど、その次のステップっていうのは多分動画がいいんじゃないかなと思ってます。はい。というわけで、ここまでお話聞いた方は、もしかすると、動画でちょっと学習してみようかな、みたいな、多分思うと思うんですけど、じゃあそういった場合に、じゃあどうやって動画探せばいいのみたいな、そういう疑問が浮かんでくると思います。で、これ結論から言うと、もう今ご覧になっている YouTube で大丈夫です。で、あんま知られてないんですけど、実は YouTube ってすごい学習の宝庫で、で、最近僕もこうやって、YouTube でなるべくその見てる方が稼ぐノウハウを身につけるとか、あと個人で生きていく方法みたいな、まあ、こういった割となんかビジネス的なノウハウっていうのを発信していて、で、日本人だとまだこういうの少ないんですけど、まあ、ただ海外に目を向けると、例えば個人で稼ぐ方法とかっていうのを発信してる人いっぱいいますし、あと、話戻すとプログラミング系ですねっていうのも YouTube ではもうめちゃくちゃ、もう教材の宝庫ですね。で、質もめちゃくちゃ高いです。なので、ぜひこれ見てる方は YouTube 活用して、で、それで勉強してほしいなと思ってます。で、具体的な学習方法として、まあ、お話した通り、日本語の情報やっぱ少ないです。なので、できれば英語で勉強してください。で、どうやって英語で勉強するかっていうと、言語名、スペース、チュートリアルで検索すれば OK です。例えば、HTML とか CSS とかを勉強したいんだったら、HTML チュートリアル。もしくは CSS チュートリアル。あとは、JavaScript を勉強したいんだったら JavaScript チュートリアルとか、あと WordPress チュートリアルみたいな感じで、Rails チュートリアルとか、何でもいいんですけど。こういった感じで検索すると、基本的に関連度の高い、動画から順番に出てきて、で、それで、気になる動画ですね。基本的に閲覧数が多いものを見ておけば、そこまで問題ないと思います。で、こういった話すると、ちょっと自分英語できないんですけど、みたいな思う方多分多いと思います。で、僕一応留学してるんですけど、じゃあ英語力めっちゃ高いかって言われたら別にそうでもなくて、で、じゃあプログラミング学習に必要な英語力どれぐらいかっていうと、ぶっちゃけそんないらないというか、ほぼほぼ分かんなくても大丈夫です。で、なんでかっていうと、基本的に何て言うんですかね、プログラミング言語って言ってしまえば世界共通言語じゃないですか。なんたらたかんたでハローワールドみたいな感じで、そういうプログラムを書いたら、別にそれ日本人がハローワールドのプログラムを書いても、インド人が書いても、アメリカ人が書いてもみんな一緒じゃないですか。英語の説明があんまり理解できなくても、それでも、そのコードっていうのを見ていけば理解できるみたいな。なんか外国人が説明してるのは今こんなことなんだろうな、みたいな。で、その通りに自分でコード書いてみて、で、それでなんか動くかどうか確認するみたいな。で、そんな感じで大丈夫です。なので、ちょっと、英語のアレルギーある方多いと思うんですけど、ただ、正直一回見てみれば、なんとなく理解できるっていうのはわかると思うので、ぜひちょっと自分で、何々スペースチュートリアルみたいな感じで、検索してもらえるとわかると思います。はい。というわけで、今回以上となるんですけど、一応僕の方でもプログラマーを目指す方向けですね。っていうので、教材っていうのを作っていて、で、これ無料で公開してるので、気になる方いたら、ぜひ、詳細欄から見てもらえると嬉しいです。はい。というわけで今回以上となります。で、僕のチャンネルではこんな感じでプログラミングに関する情報とか、あとは、基本的に個人で稼ぐ方法ですね。これにフォーカスして、発信してます。で、あと、ブログとかツイッターでも発信してまして、で、ツイッターでは結構日常生活のことも発信していて、で、今これお見せすると、今ちょっとマレーシアでこう撮影していて、ちょっと夜になっちゃってるんですけど、こんな感じで、プログラミングだったり、あと、僕ブログで稼いだりもしてるんですけど、こういった生活
活をすると海外でも暮らせるというか、まあ、世界フラフラしたりできるので、まあ、こういったライフスタイルに関しては基本的にツイッターで発信してます。なのでもし興味あったらそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。というわけで以上となります。さよなら。